今年、就職で自宅を離れた息子に、初めてのボーナスと言っても寸志が。出たとかで、予算5万円以内の母さんが喜びそうなものって何？と、旦那にメールが来たそうだ。一瞬、お掃除ロボットが頭に浮かんだけど、10万ほどのボーナスのうち半分から使い出すのはかわいそうで、つい1万くらいのコードレスアイロンをリクエストしたよ。一応、私には内緒のサプライズプレゼントらしいので、届いたら大げさに喜んで見せてやらなきゃ、とか。旦那と茶化しながら、えらぬたぬきで物が届く前なのに、その瞬間を想像しただけで涙が出てくる親バカ状態です。今日、そのプレゼントが届いたけど何と。アイロンじゃなくて、フォーメーカーのお掃除ロボットでした。サプライズのふりしてびっくりする予定だったけど、サプライズの裏を書かれて、マジびっくり。予算オーバー分は旦那が出してやったそうで、嬉しいやら申し訳ないやらで、お礼の電話しても、あ、届いた？別に、要はそれだけ？もう切るよ、で終わり。母ちゃん、もっとしみじみした会話がしたいよ。ちなみに、初めてのお掃除ロボット、よく働いてくれるけど、狭い我が家、行く先々について回って、椅子とか動かして歩かないと、ロボットくん狭い椅子の間でのたうち回って悶絶しかくて、ロボットくん登場前に、とりあえず部屋の中を、整理するという微妙な本末転倒。